突き放していくことゆきですね。一旦しのいだ。さあ矢後の逆襲、引いてはいけません。突き落としました。勝ったの左差し、もろ差しを狙っていった豊ノ島。上手は照強です。相手の下手を切りました。照強の動き、ちょっと引いてしまった。出たのは照強。動いた、足を狙った。左からに回り込んだ、回り込んだ、背中について送り出し。立ち上げていった千代丸ですが下がらない。栃鷹山ちょっとのけぞった。うまくあてがってすくい投げ。逆転は栃鷹山の。頭で当たり合いました。輝の出足は網打ち。軍配引いて送り出しました。頭から行きました。貴源治右四つの体勢です。いい形に大翔鵬が形を作っていきました。やや貴源治の顎が上がりました。がっぷりと胸があった体勢です。上手を切った。この辺りに技があります。頭をつけました。上手を少し浅くしました。貴源治の形が良くなってきました。引きつけて出ました、寄り切り。今日もいい相撲です。前に当たり合いました。踏みとどまった。これは阿武咲です。おお、出足ぶつかり稽古のような形でした。お、軍配は友風。一気の出足、あ、これでは妙義龍上手を下げた。宝富士ですが、志摩ノ海もこのところ力をつけています。出ていきました。ラスト逆転の上手投げ。右の上手明生、先場所と同じ形になりました。ストハライ攻め続けられるか。逆転の突き落とし。左で張っていった逸ノ城ですが、攻めるのは大栄翔。吹っ飛ばされました。前回しエンド切れました。御嶽海の攻めでした。立ち合いは互角でしたが、出足は玉鷲ですが逆転。突き落とし。
ツネシの得意の形ですが、ああ出たのは正代。入っていきました。竜電もしかし得意の右の前回し、ここをしのげば相撲になるんですが、回り込んだ、しのいだ、さあしのいだ、高安は体を寄せていきます。竜電回り込んで右のこれが命綱、上手回し、竜電は頭つけたいですね。そうですね、ここは相手の顎の下に頭をつけたいところですが、竜電少し形が良くなって高安半身です。しかし半身の高安はしのげます。高安の上手を探ります。回り込んだ、頭をつけた、これで竜電形が良くなった。下手が欲しい。そうですね、下手取りたいですね。下手が欲しいところですが動きが止まっています。竜電はこの下手を取って寄ってみたいですね。高安はここは我慢です。腰の重い高安、竜電左の下手を探りますがなかなかその下手には届かない。逆に高安をこの下で取らせてはいけませんね。そうですね、右からもっと厳しく、右から絞っています。出した、出し投げから崩して出ました。反撃は立ち上げ、しかし今回の左四つ、しかし今度は高安速い攻めに行きましたが、竜電しのいだ、後ろに回った、寄り倒し、今度こそ竜残りました。白竜まだ上手が取れていません。これは白鵬は与えていません。ただ白鵬の上手は深め、慎重です。横綱も慎重です。朝乃山出る、白鵬しのいだ。さあここから白鵬が体勢を変えていけるか。二枚蹴りを見せました。朝乃山左から絞りたいですね。朝乃山は今まだ左の上手は取れていません、はい、絞りながら上手を狙いたいところですが、両者土俵の中央揺れているのは下がりだけ。出ていきます、これが白鵬の強さです。